投げ縄雲は北、アメリカに生息する投げ縄雲属マストファーの雲である。投げ縄で獣を捕らえるようにして虫を捕らえることが名の由来である。節足動物も雲つな雲もコく、ネ金雲かに属する。この雲は体長1から2センチメートル、ハート型の腹部には両肩部分に丸い膨らみがある。夜行性で昼間は葉の裏などに隠れ、夜になると出てきて、 低木の枝先に足場を組んだように糸を張り、そこにぶら下がると、先端に粘液の玉がついた糸をぶら下げる。雲はこの状態で静止して、獲物の昆虫が近づくと、その糸を振り回し、昆虫を粘液球に接触させる。獲物がくっつくと、糸を引き上げ、獲物を捕食する。オーストラリアの遺跡群も属オードジェリアスも、同様の方法で虫取りをする。日本に分布する。 遺跡雲族の雲が同じ方法をすることが発見され、それらも投げ縄雲と呼ぶことがある。日本で投げ縄雲の習性を持つのは、小金雲海石雲族に属するマメータ遺雲と、ムツトゲイ雲の2種である。いずれも熱帯系の雲であり、日本では本州南部以南に分布し、最終例は極めて少ない。この習性の発見は、滅多に取れない雲を捉えて、 分布記録を法文に書く上で必要な標本を失うリスクを犯し、あえて庭に放して観察することを決断したザイヤの雲類研究家、深海栄一の勇気によるものである。それによると、この雲は枝先にぶら下がり、第二脚から連玉をつけた糸をぶら下げ、時折それを振り回し、虫が近づくと円を描くように振り回したという。 このような捕食法でクモの生活が成立するほど十分な餌を捉えられるものか疑問を持つのは当然である。実際の観察からこのクモがある範囲の種類の蛾ばかりを捕食していることが明らかとなった。しかもその蛾がオスばかりであることが分かった。そこでこれらの事実に基づいて研究が行われた結果、このクモの粘液球にはそのグループの蛾のメスが放出する有因フェーロモンに 類似する物質が含まれていることが分かった。つまり、このクモは科学的にガのメスに擬態し、それによってオスのガを引きつけて、それによって餌を得ているのである。アメリカの投げ縄蜘モでは、この疑似フェロモン物質は分離、特定されている。このような特殊な修正がどのようにして進化し得るものか、それを想像することはなかなか難しい。現在のところ、 近縁の属のものの修正を比較することで、ある程度の検討が示されている。つまり、縁網から、次第に、横糸が少なくなっていく一連の進化があると思われる。おそらく、科学的議題で笑顔を呼び集める能力とともに、網を簡略縮小していった結果、網は枠糸のみとなり、横糸を一本ぶら下げるだけの形になったものが、投げ縄雲だと考えられる。また、 そういった視点で投げ縄雲が餌取りの時に作る足場を見ると炎網の中心部と同じ構成になっているという。縄なし投げ縄雲シリーニアエクスコバータとその乱能。オーストラリアに住むこの雲は投げ縄さえ使わず夜間にフェロモン類似物質で誘引したオスのヨトウガの一種を足で捉える。同じ小グ雲科に属する中南米のカイラグモ族。 カイラ、SPP やオーストラリアの縄なし投げ縄蜘蛛属シリーニや SPP などは、刃先に足場状に糸を組んでぶら下がり、前足を広げて待機し、ガがやってくるとその足で捕まえる。これらの蜘蛛も足場に組んでいる糸にフェロモン類似物質が含まれ、ガを誘引している。投げ縄さえ作らなくなった者も,もいるわけである。アラネーダへガネ蜘蛛か。ありがとうございます。